はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、またね、角度求める問題4つやりますので、ここで1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は有名なブーメラン型、もしくはひじり型なんて言われ方をする形です。この形ね、今横にしちゃってますけど、よくまあこんな感じで出てきます。でもここ持ったらシュッてブーメランみたいに、まあ、投げれそうなんでブーメラン型なんて呼ばれたりするんですけど、で、こいつについてはもう技を覚えてしまってください。で、どんな技かっていうと、尖ってる3箇所ありますよね。この角度を全部足したら、足すんだよ、足したらここになります。これ覚えちゃいましょう。だから今の問題だったら19と47と x、 尖ってる3箇所を足すと101になるよっていう。で、それを使えばいいので、まあ普通に式を立てるんだったらね、3つ足すと x 足すで、19と47暗算しちゃいましょうか。66だね。3つ足すと101になりますよって。で、66を右辺に持っていけばマイナスに変わるので、 x イコール、ごめん、101-66なんで35か。これで終了となります。蓋落としました、ごめんね。で、これなんで一応ね、この技使えるかっていうと、まあ、簡単に説明すると、補助線引くんですよ。で、こっちでもいいんだけど、まあ説明上こっち行こうか。ここまっすぐね、こうピーって引くじゃないですか。で、前やったあの三角形の2つの内角を足したものは残りの内角の外角に一致するっていうやりましたよね。ちょっとごめんね、声がおかしいね。だから今回、まあ、ここの三角形見るんですけど、19と47足します、66ですよね。2つの内角を足したものはここに一致します。今66度です、ここ。で、もう1回使うの、ここの三角形で X と66、2つの内角を足したものは101、外角だからね、に一致しますよね。だから結局 X 足す66は101になりますよ。つまりここの3つを足したものがここになりますよっていう。そう、まあこういう風に持っていけるんですけど、毎回毎回やるのもめんどくさいし時間ももったいないので、ぜひね、これをひじり型、ブーメラン型が出てきたら、尖った3箇所足したら、ここになるよっていうのは覚えちゃってください。ちょっと蓋取るね、ごめんよ。よいしょ。では次行きましょう。で、これはですね、ちょっとひじり型のやつと混ざりやすくなってるんですけど、もともとが四角形なんですよね。まあ外の部分が、ここ中埋まっちゃってるけど、だからさっきみたいに尖ってる場所4つ足したら100、ここになるっていうのは使えないです。で、一応技はあるんですけど、基本的にはこういうへこんでるものはここにこうやって補助線引いてしまうとやりやすくなります。実はこれもそれでできるんですけど、ここにこうやって引いてね、そう、できるんだけど、まあこの場合はこの技が使うと簡単なので、こっちでやっちゃってください。で、向こうなんですけど、どうやるかっていうとね、横引いたじゃないですか。そしたらこことここの角度をちょっとね、使っていくんですが、で、よくね、例えばここを A、ここを B って置いてやってもいいんですけど、もし途中式を書かなくていい場合、答えだけでいい場合は、こう今からね、この A と B セットでやっていくんですよ。 A が何度、 B が何度とかいらないの。 A 足す B、 こいつらセットで何度なのって考えたいので、そう、大文字のようにしようか。今こいつとこいつを合わせたら A 度って思ってください。これ消しちゃうね、セットで考えるの。で、なんでこんなことするかっていうと、そうするとさ、これ外の部分が四角形になるんですよ。こう四角形ね、今埋まってるとこ無視してね。で、ここ90度でしょ、112度でしょ。で、ここが39の上の部分しかなかったんですけど、下が加わったことによってピーって繋がる、こっちもそうだね、ピーって繋がったので、四角形の全部の角度90、112、39、46と A なんだよね。A がこの下の部分埋めてくれてるからさ。じゃあそれまず足してみようと。で、式ちょっと書くとめんどくさく見えるんだけど、
190足すでしょ、112足す、一応書こっか、39足す46足す、さっきのセットで考えた大文字の A ね。で、これが今四角形の角度を全部埋めてくれたので、四角形っていうのは内角を足したら360なんで、ごめん入んなくなったからこっち行くよ。360度になりますよね。で、あれ解けばよくないっていう、そう、 A だけを左に残すの。つまりこの部分全部足します。そうすると、待ってね、202でしょ、で右が85だから287か、持っていくと A イコール360-287だから、ミスりたくないねこれ、73か。どうになる、さっきも言ったように左が何度右が何度はわからないの、でもセットで73度ってことはわかりました。で、なんでこんなことやってるかっていうと、今 X 出したいんですよ。で、X はこの三角形で考えます。三角形でね。で、そうすると三角形の中の角度、内角っていうのは全部で180度じゃないですか。で、ここはしつこいけどね、ここが何度っていうのはわからないんだけど、こことここはセットで73度ってのは分かったので、じゃあセットで73でしょ、180からセットの73引いてあげれば X 残りますよね。そうっていう風に持っていきたい。だからそこに補助線引いて始めるの。そうすると X イコール、ちょっと暗算でいい、180-73なので107度と、これで終了となります。まあ、最初も言ったように技があるんですけど、このね、補助線引いて解くっていうのは、こっちのタイプの問題でも使えるので、ぜひね、これでの解き方を覚えておいてください。もちろん、塾とか参考書とか、ね、他の場所で違う解き方を教わった場合は、そっちでやっても構わないです。構わないんですけど、こういう解き方もあるんだっていうのは覚えてもらえると武器になるので、ぜひお願いします。では、平行四辺形行きましょう。まずね、ABCD、外が平行四辺形です。で、EB イコール EC なので、こことここの長さが同じ。で、これをわざわざ書いてくれるってことは、二等辺三角形使うんだろうなと。まあ、使わないこともあるかもしれないよ。でも、方法を使うから。ってのを思ってください。で、平行四辺形はですね、大事な技がいくつかあって、まず絶対覚えなきゃいけないのは、対角が同じってやつ。対角です。対角っていうのは、ここの角度と反対側のここの角度が同じになります。つまり今ここに引いたこれも112度同じねってなるので、もう一個です。今 EBC 三角形ね、これ二等辺三角形になってるので、底角のちょっと大きく書くよ、こことここは同じ角度です。屋根が同じだからね、長さこうなってるから。で、上が70度を使ってるので、この三角形残り110度残ってます。これ70使っちゃってるから、こいつが110残ってて、ここの角度同じだから、残った110度を2個で割ればいい、2つ同じだからね。で、110÷2すると両方とも55度になります。で、これで終わり。なんでかっていうと、ここ全部で112、こっちが55なんだから、112から55引けば X 残りますよね。つまり X イコール112-55。はい、57か。という感じでやってください。で、さっき言った平行四辺形の技っていうのは、対角が同じはもちろん絶対覚えるんですけど、もう一個覚えておいてほしいことがあって、隣の角度、この112とこっち、こことここを足すと180になります。これ絶対です。下もそう、112とこっちでもいい、足すと180。つまりもしだよ、ここの角度を出しなさいなんて問題が出てきたら、普通に、あ、112じゃん、じゃあ180から112引いて68度みたいなことが使えますので、これぜひ覚えてください。いいかな。ではラストです。で、ラストは、こっちよりちょっとぐちゃぐちゃしてますよね。なんか埋まってる上に三角形できてますけどみたいな感じの形なんですが、これに関してもここに補助線を引いてやっていってください。ピーッとね。
で、これはですね、ちょっと上とやり方が変わるんですが、セットで置くとかじゃなくって、あ、まあ似てるか。ここ。さっきと同じで、それぞれ何度ってのは分かんなくていいで、セットで考えるんですが、じゃあまた A って置いてみる？セット A ってするでしょ？これね、今 A すぐ分かるんです。なぜならこれ32度なんです。セットでね。で、なんで分かるかっていうと、今、ここに三角形がいますよね。ここ。今、ここ15と17使ってます。足すと32なんです。だそれと同じなんですけど、そう。で、なんで同じかっていうと、これ、上の三角形、下の三角形、まあ、両方三角形ですよね。当然三角形なんで、上も下も全部足せば180度です。内角は。上もね、下も。で、よく見ると、ここ今、対頂角なんですよ。バツになってるから。対頂角同じですよね。ってことは、何度かそこ分からん。上はわかるけどさ。わかるね。計算したらね。ここの角度とここの角度が同じなんだから、残った角度、ここが15、17になるかは分からないです。それ保証はない。平行じゃないからね、ここが。保証はないんだけど、ここの角度が同じだから、残った2つのセットは同じになるはずなの、絶対に。で、残った2つのセットって今32でしょ、上が。だから、下の残った2つのセットも32になります。っていう、上の2つの角度を下に持ってくるっていうやり方なのね、これ下にね。で、そうすると、外。が、またね、四角形なんですよ、これ。こうなってて。X、100、ここ31、ここ86。で、セットで32が使ってるから、ここ繋がるからね、角度こうやって。これ全部足したら360になるはずだよね、四角形だから。って考えれば、いきましょう。もうちょっとね、インクがね。X、足す、一応書こうか。100、足す、86足す31足すこの32か。はい、右入ってないんじゃないかな。ですよね。ちょっと足んなかったね。ごめんよ。変な解説するけど。32。これ足すと四角形だから360です。これよくこの埋まってる三角形のやつ全部繋げたら五角形とか六角形だったりすることもあります。そしたらここが変わるの。もし五角形だったら540度でやってください。五角形って540だからね。内角の和がね。で、計算します。待ってくれ。180、ちょっとどっからやろうか。186と31、32が、63。だから249になるか。で、360-249なので、待って。211か。だから X イコール、なんで今ね、ちょっとキョトンとしてるかっていうと、さっき解いたのと答えが違うんだよね、俺。あれ、なんでだろう。100と30、ちょっと待って、100と31、86と32、なんか違う俺。あ、違う。俺がさっきの計算が間違ってんだ。ごめん、こっちで合ってるね。失礼しました。はい、という感じで、まあ、こんな感じでやってみてください。なので、最初の問題をこう引いてもいいんですが、埋まってる形、こうちょっと上にボソってね、こう四角になってなくて埋まってる形の時は基本的にここに補助線を引いてやっていくといいです。こうセットで考えてね。まあ、こうやって三角形が上にできてる場合は、セットを下に持ってくるみたいな、こういう技も使えますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回は中学校2年生の教科書4章テスト対策やらせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では、引き続きね、テスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。